はい、今回の動画では、Photoshop でポストカードを作成する方法を解説をしていきます。で、この動画はですね、ちょっと複数回に分けて解説をしていきたいと思いますので、まあ、1回目の今回はですね、その新規作成と、まあ、言ったところから、その写真、まあ、画像の配置までをね、解説をしていきます。じゃあ、それではまずね、新規作成をしていきますんで、この画面の左上のファイルというところですね、こちらをクリックをして、その一番上の新規というところを選びます。そうするとこのウィンドウが開きますので、このファイル名のところは、まあ、ご自身が管理しやすい名前をつけてもらえればいいと思います。まあ、今回はポストカードの作成なんで、ポストカードという形でつけておきますね。で次にプリセットのところ、まあ、ここもですね、この右側のところをクリックしてもらって、まあ、今回はそのハガキサイズ、ポストカードなんでね、ハガキサイズのものを作りたいと思いますので、そういった場合はこの日本標準用紙というのを選びます。で次にサイズのところですね。まあ、これすでに今、はがきって出ましたけど、この右側のところをクリックすると、このいろいろ A4 とかね、まあ、B5 とかっていうサイズが選べますんで、まあ、今回ははがきにしておきます。であともう一つ、このカラーモードというところですね。まあ、今これ RGB カラーというのが選ばれてますけども、まあ、ポストカードは印刷物になりますんで、まあ、これはですね、こちらこの CMYK カラーというのを選んでおいた方がいいです。であと特にこの出来上がったものをですね、この印刷業者なんかに印刷をお願いしたいといった場合は、これ必ず、こういう印刷物の場合はこの CMYK カラーを選んでください。まあ、これで OK ですね。はい、そうするとこのハガキサイズの、ね、まず台紙がまずは出来上がりましたと。で、まあ、ここに写真、まあ、画像を取り込んでいきますんで、まあ、もう一度この左上のファイルのところをクリックして、まあ、今度はこの開くというところを選びます。はい、であとはね、このポストカードに取り込みたい写真をですね、まあ、選択をして開くで、こういった形ですね。この写真が入ります。で、これ今ここ見てもらってわかるように、まあ、ポストカード、先ほどのポストカードと別のタブでこの写真が入りますんで、この写真をこのポストカードの方にね、コピーしないといけませんので、まずはこの写真の選択ですね。で、写真の選択はこの上のこの選択範囲というところ、こちらをクリックしてもらって、このすべてを選択というのを選びます。はい、そして今この点々点がなりましたけど、これで写真が選択された状態になりますので、まあ、これでコピー&ペーストですね。まあ、コピー&ペーストはまあコントロール C、まあ、コントロール V とか、あと右クリックとかでやってもらってもいいですし、この上のメニューを使うんであれば、この編集のところをクリックして、まあ、コピーを押して、で、ポストカードのタブをね、選択をして、もう一度編集でペーストというふうにやってもらってもいいです。これで写真がね、ポストカードの方に取り込まれたということですね。で、この写真の方のタブはもう使わないので、この×でね、閉じておいてもらえればいいと思います。で次にこのポストカードの中で、この写真のですね、まあ、位置を変えたりとか、まあ、あとこのサイズを変えたりとかをね、しないといけないと思いますんで、今度はこの編集メニューのところですね、こちらをクリックしてもらって、で、この中にこの変形というところがありますんで、こちらにマウスを持っていくと、この右側にウィンドウが出ますんで、この中のこの拡大縮小というところですね、こちらを選択します。はい、そうすると今これ画面で見てもらって分かるように、この写真の周りにね、こういう点がつきましたんで、まあ、このバウンディングボックスってやつですね。で、ここをこうマウスでドラッグすると、こう写真が大きくなったりとか小さくなったりとかすることもできますし、あとこの写真の中にマウスを持ってってドラッグをすると、この写真の位置を動かすことができます。であとこの写真を拡大縮小するときにですね、例えばこのまま普通にやるとこう縦に長くなっちゃってとか、こうね、縦横比がこうおかしくなったり、潰れちゃったりとかしますんで、もしこの写真の縦横比をあまり変えたくないといった場合は、キーボードのシフトキーを押しながらドラッグをしてください。そうすると、これ自分でやるとわかるんですけどね、マウスをどう動かしても、この縦横比を変えずにですね、こう拡大縮小ができますんで、まあ、こういった場合はシフトキーを押しながらやってください。で、まあ、こんな感じで今回はこの上に配置しますね。はい、でこれで写真の配置が完了したらですね、ここの、この移動ツールですかね、こちらをクリックしてもらったりとかすると、この変形を適用しますかというこのウィンドウが開きますので、これで適用をしてください。はい、そうするとこのバウンディングボックスが取れてですね、この写真の移動とか、この、ね、拡大縮小が確定される状態になります。まあ、今回の動画はですね、この新規作成からこの写真の取り込みという流れを解説をさせていただきました。で、まあ、次の動画でですね、ここにいろいろ文字をね、入れたりとかいうのをね、解説していきたいというふうに思います。それではね、今回の動画は以上になります。今回も動画の方を最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。